今回は札幌市にある円山動物園に行ってきました。この日は新年早々の1月3日、雪予報が外れ青空でした。まず目指したのは動物ではなくこの建物。お正月三が日限定で来場者プレゼントがありました。それは今年の干支であるウサギの記念絵馬です。絵馬は通常神社などにある願い事を書くための木の板です。こちらは絵馬に描かれていた蝦夷雪ウサギ。体毛が夏は茶色、冬は真っ白になるのが特徴です。ちなみに蝦夷というのは北海道の古い呼び方です。かわいい。これはエゾモモンガのぬいぐるみ。体を大きく広げて飛ぶことができます。こちらはエゾリス。エゾリスは北海道の寒い冬も冬眠せずに活動します。そのため秋の間に木の実などを地面の下に埋めておく習性があります。このふさふさの耳毛が見られるのは冬のみです。さてさてお次は大迫力のエゾヒグマ。オスの体長は2メートル超、体重は200キロ前後。日本に生息する陸上動物としては最大で480キロを記録したものもあります。こんなのがたびたび町にも降りてくる札幌、遭遇しませんように。こちらはエゾシカ。角はオスだけにあり、春先に抜け落ち毎年生え変わります。北海道の田舎道ではエゾシカが頻繁に道路を横断することがあります。運転するときには十分に注意が必要です。小腹が空いたのでちょっと休憩。温かいコーンスープと揚げパンを買いました。こちらはニホンザル。世界で最も北に生息するサルですが、北海道には野生のニホンザルはいません。ニホンザルは寒さをしのぐために固まって暖を取ります。これを猿団子と言います。まん丸のこちらはゴマフアザラシ。冬から春にかけて流氷とともに移動するため、冬のオホーツク海沿岸でよく見られます。遠くに見えるのはホッキョクグマ。オスの体長は 2.5 メートル、体重は800キロほど。大きな体に脂肪を蓄え、エネルギー源とするとともに寒さから身を守っています。屋内には暖かい地域に住む動物もいます。こちらはアルダブラゾウガメ。寿命はなんと150年。
時間の流れがここだけ遅いみたい。もちろん、ゾウやキリンもいます。アジアゾウの体長は 5.5 から 6.5 メートル、体重は2から5トン。アフリカゾウと比べると小型のゾウです。大きな牙はオスだけにあります。体高は身長164センチの私と比べるとこんな感じ。お正月ということでおみくじを引いてきました。お、かわいい。さて、達也の今年の運勢は？アニマル。ダイヤのモンキー。私はどうかな。同じく中吉でした。おみくじは持って帰っても結んで帰っても OK です。ちなみにこれには神様と縁を結ぶという意味があるそうです。北国の動物園、楽しんでいただけましたか？ご視聴ありがとうございました。